飯だ飯。 任せてちょうだい。 少しは強くなれたかしら。 当然の結果ね。 少しは強くなれたかしら。 行くか。 次はあっちに行くんだ。どこまでも楽しまーす。あ、どうしたブルック。なんだか私の体浮き上がった気がしまして。え、そうなのか。元から浮いてるじゃねえか。いえ、本体の方なんです。え、本体が浮いてきてるの。場所はわかるのブルック。こっちの方角ですね。 海岸の方ね。皆さん、海岸までお付き合いいただけますか。よし、海岸に行こう。
いやー、皆さんご迷惑をおかけします。今の私にできるのは感謝の気持ちを歌にすることしかありません。よっほほほほほ。それでは早速。今はいい。もしかして海岸に流れ着いてんじゃないか。海底の岩場で削れてなければいいのだけど。怖えこと言うなよ。雑魚が生きがるんじゃねえよ。よし、任せろ。肩慣らしといくか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィップ。ディナーの準備は済んでるぜ。男には容赦しねえ。邪魔で。今行こう。ゴー。大丈夫。お前ら、警戒はしとけよ。なんだよ、ゾロ。ひょっとして、海岸に何かいるのか。さあな。だが、この島だ。何が起こるかわからねえ。ハッテンさん、この辺りだと思いますが。これはなんだ。サニーの周りが氷だらけじゃねえか。よっほほほ。皆さん見てください。あそこにあるのは私の体です。これで一気に復活できます。で、私結局骸骨のままなんですけど。よかったわね、ブルック。でもこの氷どこから来たのかしら。砂塵の遺構で風の巨像を倒した後、いくつかの竜巻が発生し消えるのを見た。雷鳴の遺構でイカズチの巨像を倒した時はしばらく落雷が止まらなかった。俺が思うに、巨像を倒すことで遺構に溜め込まれていた力が解放されてしまうんだろう。この氷も同じだ。氷塊の遺構で巨像を倒した影響だろうな。危険かもしれねえから触るんじゃないぜ。あ、話を聞きやがれ。え、何。あ、私の体。え、なん。あ、私の氷漬けの体飲み込まれてしまいました。気をつけろ、来るぞ。よし、みんな準備できてるな。三刀流80ポンド砲。こいつ強えな。ミルフルール、ヒガンテスコマーノ、スパンク。
してやる。俺の番だな。行くぞ。そのまま倒れてろ。こいつ強えな。邪魔だ。こいつ強えな。刀の鍵にしてやる。おお。セカンド。ゴムゴムの。レッドホーク。全員ぶっ飛ばして海賊王に俺はなる。私の予報は百発。ブルックの体返せよ。おいルフィ、ブルックがいねえぞ。本当だ。おいブルック。ブルックのやつどこに行った。あ、